ゾイドワイルドの全てを知る男、パーフェクトヒューマン片山だ。自分で組み立てて動かして遊ぼう。リアルムービングヒットゾイドワイルド。今回は11月に登場する新しいゾイドを紹介しよう。あのワイルドライガーがハイパワーになって再登場だ。その名もフリーダムダン覚醒ワイルドライガー。この覚醒ワイルドライガーが主役のコミックも載っている。スペシャルブックもついてくるぞ。大恩師のゾイド、ゾイドとライダーの絆が限界期を超え覚醒。アタック、スピードの性能がアップ。さらに本能解放も強力になっているぞ。内部のメカユニットも覚醒し赤く変化したぞ。今回発売される覚醒ワイルドライガーにはなんと、じゃん、コロコロコミック特別編集の記事、そして漫画がいっぱい詰まったスペシャルブックが入っているぞ。細かいところを見ていこう。まずは何といってもこの部分、ちらっと赤いメカユニットを見てね、見えた。通常版のワイルドライガーよりもかっこよく赤いメカユニットが入って、さらに動きも速くなったらしい。そしてこの青いアーマー、わかるかな、実はブルーメタリックになっていて、めちゃめちゃかっこいい青色になっている。そして白いアーマー、こっちがワイルドライガー、そしてこちら新しい覚醒ワイルドライガー。よく見てみるとパールホワイトになっている。近くで見るとピカピカしてるね。めちゃめちゃかっこいい、輝いてる。そして最後にゴールドのパーツ、まずこの爪。覚醒ワイルドライガーではよりピカピカになってる。わかるかな、光り輝いた爪になってるね。そして口の部分、牙見えるかな。覚醒ワイルドライガーはなんとこちらも金色になって、さらにピカピカになっている。そしてこの背中の縦紙黒の部分、わかるかな、覚醒ワイルドライガーは熱気になってピカピカに輝いてるね。めちゃめちゃかっこいい。なんといってもスピードが速くなった覚醒ワイルドライガー、実際にワイルドライガーと比べてみよう。先にワイルドライガー、後からワイルドライガー、どうなるどうなる。お、追いついてきて、おー、覚醒ワイルドライガーの方がやっぱり速いな。追い抜く追い抜く、一目瞭然だな。やっぱり中に覗いてる赤いメカユニットがかっこいい。カラーもスピードもパワーアップした覚醒ワイルドライガー、みんなもゲットしてくれ。お店ではこのキラキラのワイルドライガーの文字を探してくれ。では見せてもらおう、覚醒ワイルドライガーの本能。本能解放、キングオブクロー。たてがみクローが超高度となることで通常時のワイルドブラストを凌駕する力を発揮する。続いて紹介するゾイドは攻防一体の小型ゾイド、グソック。大王グソク虫種のゾイド、体の大部分が2層の頑丈な装甲に覆われ防御力が高い。水陸ともに活動できるぞ。早速動きを見てみよう。この一番後ろの外角の内側についているクリポットというパーツを使ってゼンマイを巻いていく。本当にいいはずです。ゼンマイが巻きづらいときはこのスパイクロットを一度外に向けるとやりやすいぞ。ここだね。それではいけ、グソック。いいね、外角と内角を交互に動かしながら、そして足をわさわささせながら動いてるぞ。かっこいいし、どっかかわいいな。では、見せてもらおう、グソックの本能を。本能解放、激転極。体を丸めて敵ゾイドに体当たりだ。大量のラプトールをなぎ倒せ。
最後に紹介するゾイドはノコギリ刃を使った切り裂き攻撃を得意とする大型ゾイド、ステゴサウルス種のゾイド。テールスパイクを振り回し敵ゾイドに先制攻撃を仕掛ける。早速動きを見てみよう。尻尾を左右に振りながら、そして口を開閉させながら歩いてるな。背中の一本層がめちゃくちゃかっこいい。では見せてもらおう、ステゴゼーゲの本能を。デスブラストナイフオブフィフティ。真っ赤に熱せられたボーン層を倒し、巨大なノコギリとなった体で切りつける。どれもすごい能力を秘めたゾイドたちだ。君はどのゾイドを手に入れる？さらに今回は特別にシークレットゾイド D を少しだけ公開しよう。こいつのキーワードは3つの D だ。デンジャー、デス、ダイナソー。凶暴、凶悪でゾイドを食らうゾイド。とてつもなく危険な最強のゾイドだ。まだまだ謎が多いこのゾイド、続報を待っていてくれ。さあ、それではこの3つの中から真ん中のグソックをカスタマイズしていこう。今回はこのグソックをステゴゼーゲのパーツでカスタマイズだ。カスタマイズというのはゾイド同士パーツを付け替えることで自分だけのゾイドを作り上げることだ。ステゴゼーゲのこのボーン層を使ってグソックに攻撃力を与えようと思う。このように付けていく。中くらいの大きさ。できたね。もうめちゃめちゃかっこいいよ、ね、そして最後にジマ大きなボーンスをつけて完成。こちらがパーフェクトヒューマン片山のオリジナルゾイド、ステゴゼーゲの斬撃の力を兼ね備えた装具ソックの誕生だ。お気に入りのゾイドで遊び尽くしたら、君もカスタマイズで自分だけのゾイドを生み出そう。見せてくれ、君たちの本能を。